バラッシュ・バーリントバラッシュ・バーリントから1594年5月30日、エステル・ゴムは、ハンガリー・ルネサンス期の詩人、バラッシャ、バーリントとも呼ばれる。プロテスタント派の大貴族の長男として生まれる。11歳からニュルンベルクで教育を受け、ドイツの大学を卒業。ゼントは、洋々たるものに思われたが、政変などを発端に、波乱に富んだ人生を歩むことになった。 北ハンガリーの軍司令官だった父が、ハンガリー王,王でもあった皇帝マクシメリアン二世の命令によって偽証罪で逮捕されたが、父は脱獄し、家族と共にポーランドへ亡命する。その後容疑は晴れ、一家は無事帰国を許されたが、政治的疑惑の目は、以後もバラッシケに注がれるようになった。父はハプスブルク家に対する名誉回復を図ろうとして、 バーディントをトランシルバニアへの軍隊として、送り出したりしたため、生涯を戦争に捧げることになる。シロルマスネカムイデゲー FLDNMR、メグニア・マードナム、シーベム・メガーバット・ナギー・ボノット・マイアット、ニンクス・ MR、ホーバ・ホグナム、ラクトム・ホールダムルル、SZAP、セレルメムルル・ミコ・ゴンデル・コダム、ジュトブニ・センバン・ o t t ィテエヌミント・エルトム、 コニベイメット・ハラタム。私には、嘆かわしい異国の地において、このように苦しむのは、心はない果て大きな苦しみのため、こらえる術もない。長く住んだ地を、美しい恋人を思うたび、その地で、どのように暮らしたか、はっきりと思い起こされ、書物に涙をこぼした。この詩は、リゲティジェルジが、歌曲にしている。優れた。 ハンガリーの詩人と外国の翻訳者に与えられる賞で、2016年には詩人アゴーチ・シャンドルと共に日本語訳、ヨージェフ・アティッラ詩集を翻訳した原田清美に贈られた。ありがとうございます。